に日本ハムの近藤監督はその裏、酒井のボークの判定をめぐって審判に暴言、そして退場。しかしこれを見て打線も爆発、主砲ブリューアーがこの回スリーランホームランを放つなど6対5と1点差まで追い上げます。ちょっとこう再牽制をするんですよ、はいはい、2度ばかり、はい、で近藤監督が激しく抗議に行ったんですけどね、僕この時負けていましたでしょ、はい、だからねそんなにね退場になるほどのね抗議じゃなかったと思うんですけども、ちょっと暴言を吐いたというんでしょうけどね、やっぱ近藤監督としてはね、やっぱり日本ハム打線をね、はい、奮起させようという、うん、そんな感じの抗議だったですね、うん、まあ、その後ついたり聞かなかったりという感じで、ね、なんかちょっと揉めたりもしてましたけれども、まあ、近藤監督試合が歩いてノーアウト一塁、バッター島田誠という場面で酒井の牽制に対し近藤監督ボークではないかと抗議、一塁塁審の山本に激しく詰め寄ります。そしてここで暴言を吐いたということで山本塁審退場をコール、熱血近藤監督今シーズン2度目の退場となってしまいました。